はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回も強化暁大投手でやっていきます。でデッキの方はちょい変えまして、まず10血の投手2人ですね、これはまあ入れてます。であとスタミナ上限アップワンチャン狙っていくんで、まあ、スタミナをね、直上げできる、深見くんとオクタビア、2人入れてます。であとやっぱり技術的に同盟は必要なので入れておいて、あと新街道をかぶせるために、選手兼彼女キャラ、今回ちょっとねデートも挟んでいこうかなと思いまして、選手兼彼女キャラの、サンタサナちゃんを入れてます。ただサンタサナちゃんは、まあ、精神練習が得意練習になってるんで、まあ、精神はね結構例によって余るような気がします。であと深見くんが強心臓なんで、10血倒すのは最後六本木にして、強心臓をかぶせていきたいと思います。まあ、そんな感じで進めていきます。で最初のコツで、あ一ノ瀬いいね、これは出だしなかなかいいんじゃない。一ノ瀬がねどうしてもコツ経験点が少ないんで、そこが難点ですけど、まあ、理解度を深めるためにやっていきましょう。十血の場所によってはね本当になんか練習やることないっていう時があるんで、そういう時にデートを進めていく。でそうだね、サナちゃんだから評価を上げていきたいよね。で十血の投手2人はもう早々に倒しちゃっていいんで、ここを減らしていくのは全然いいですね。で余剰も早めに倒す、これがねあんまり意味ないよね。2と1とか微妙すぎる。あ深見くんって体力回復するんだ。二宮一ノ瀬、あー守くんか、五十嵐が減らせられるけど、ちょっと守くんだな経験点的に。で例によってリリースは潰せるよね、この経験点でも OK。まあ、コツ的にもね守ってるのが全然いいんで。で休息、それで3話ゲット。オクタビアもいる都合上やっぱり休息は早めに上げていきたいんで、休息コツが来てくれるのはかなりいい。で制圧、制圧は最後ねオクタビアくれるけどもう3で取っちゃいます。それでも打つ、一応打倒ができる、まあ、10血のどっちかでしょう。で制圧取ります、あと取れるものは取っちゃおう。カチューンくらいかな。ちょっと打倒見つつ守くんか、まあ、コントロールが上がるのは全然悪くないんでやっとこう。あ多分守くんと一ノ瀬を倒すっていう段階で二宮がねガンガン上がってくんだよね。だから毎回二宮のカウントが高くなるんだけど、正直ね30くらいとかだったら全然大丈夫、減らせられるから。どうもまあこれ早めに来てくれればかなりいいかな。でコツ守る、二宮六本木八島いいね。サナちゃんの評価がちょっと進んでない気がするけど、まあ、しょうがない。で受けない、体力一応ちょっとコツ見よう。一ノ瀬か、ここはやっぱり守くんだね。キレで敏捷をどう確保するかっていうのもあるけど、今回サナちゃん入れてるんでそこはね結構いいと思うんだよね。で1の捨ても倒します。変化球上がるのは望むとこ。今回1の捨ても守君のコツがめちゃきてんな。早めにね
スタートポイント上げられるのはかなり8も上がるの俺。だからかちょっとここは羨ましい。体力一ノ瀬のコーチ一緒に練習しとこう。体力下がるけど経験点がそこそこで、変化球はスライダー最初覚えちゃってるんでスライダーを上げていきます。でキレがねやっぱり取れないんだよね。であと本当に精神だだあまりするんで、なんかもう打たれ強さとかタイピンとかマジで直取りしていいと思う。知り上がりとかもね大丈夫ですよ。根性取っとくか。精神がマジでなくなったけど別に大丈夫。理解度今いくつ？結構高いと思う。もうでここはまあコツかな。でさらにコツ来てオクタビアか。じゃあ下げるよねっていうとこなんで、サナちゃんやっぱり評価上げときたいな。でもな表情だな。あ六本木がかなり減ってる。この辺の調整がなかなか難しい。バーベキューかイベント的にはいいけど、四条倒せるね。で守くんコツがいて絡んでるんでここは行きましょう。一番いいパターン10キツ絡んでコツ掴んで倒して奪三振。六本木とかも1っぽいで、ちょっと見つつここはコツ。ただ伸び、あと何て言ったっけ、奪三振か。奪三振2でいいでしょう。強打者か。強打者も1でいいや。とりあえずコツの種類を増やしておきたいんで、取れるものはどんどん取っていこう。で追求で、ちょっと11月に入っちゃってるんでサナちゃんマジで気にしないといけない。サボったで、変化球どうえいがらし。八島もね早めに倒しておきたいんだよね。でサナちゃんがそもそもいたか。ここか、どうえいのコツか。まあどうえいは追求でかなり経験点くれるんで、一ノ瀬絡んでるんで五十嵐いきますか。はい、筋力ちょっと余ってんな。そろそろ急速に使っていかなきゃ。逃げ球よし。尻上がりはもう取ろう。でバイト、これマジでいい。で火消し取れるんで、必殺火消し人の骸骨、相性的には悪くないと思うんだよね。で必殺火消し人を取っちゃおう。で他に逃げ玉、尻上がりも取る。で伸びっていうか、そもそも球速を、まあ、レイによって148まで上げとこう。こんなもんでいいでしょう。で一応ちょっと見つつ、コントロール守くん3本松。これ超やりてー、マジでやりてー。二宮の上がり方が半端ないけど、まだ人数はいるよね。どうえもな、いいっちゃいいんだけどな。倒せるときに倒しとこう。やっぱり打倒優先。守くんか一ノ瀬を絡ませないといけないんで、やれるときにやる。急速は5全開で、オクタビア、まあ、1回目なんで、まあ、ちょっと置いておいて一応これ見て、六本木だからほっとく。サナちゃんスクモだったら追求で、技術がそれなりだけど、技術はどうせなくなるからタイピン、よしタイピン取ろう。シャークトレード、何どっちがいい、下
しゃ、なんかコツをくれ、コツを。タイピン取ります。で、スタミナ、神くん、メンタル1の手ヤシマ、7位が下げられる。で、7位倒すと、倒してねえや、誰倒すんだっけ、ヤシマか、ヤシマ倒すと、1、2、3、4、まだ大丈夫だな。40とかはさすがに厳しいから。でももう8減らせられるんだよね。一ノ瀬、精神が上がるのは別に一緒、今回サナちゃんいるし、多分精神練習しないけど、安全圏つくも。でここをどうする、あ、やっぱり調子安定を取るか。でサナちゃんが彼女になってないけど、勝手に彼女になってくれるんで、コツがね少なくなっちゃうけど、まあそこはしょうがない。で変化球が大量にあるな、スライダーと例によって同じ感じになっちゃうけど、フォーク覚えていきますか。で練習は見て、変化球守るつくも、二宮10か、そうすると13、14、いやでもまだ12月だからな、いけそうな気がするんだよね。どうでしょうか、やっちゃうか。14、28、いやーでも厳しいかな、さすがに厳しいかな。でも中減らせられるんだから、これいける気がするんだけどな、妄想かな俺の。いや、やろう、むっちゃ増えるけど、むっちゃ増えるけど大丈夫だよ。まだ人数自体はだってもうめちゃ少ないもん。俺が握手になるかどうか、それは分からない。しまった、前回なんか取ってなかったよ。ドワー、中3上がった、4上がった。集中的に減らしていけば全く問題ないはず。あれってここどうなってんだっけ、今2人とも一理ある。緩急やったぜ。さて、じゃあ伸び取っちゃおう。キレの経験点がない、臨床がまだない、一回臨床確保しておきたいな。次回4だ、やっぱりアウトロキュー取ろう。あと精神投資いける。根性もちょっと取りたいけど、根性取ったんだっけ、取ってあるか。要所もいける。緊急トバも取ろう。もうひたすら精神を消耗する。で、打倒は、そりゃそうだよね、さあ12とか。追求度どうなってんの今、7か。いけるいけるいける、きれい。で付き合って、サナちゃんと付き合いたい、まあ、しょうがない。ここは俺が彼女になります、彼氏だ。でちょっと打倒はもう絶対六本木だから減らしていこう。ここはもう減らす。一ノ瀬絡んでるから1マイナスカッツを入れる。で彼女がいるんで今回は回復ができる。これかなりでかい。回復者ねえよ、経験点よ。まあ大吉が出たけど。で打倒は絶対六本木だから、10。お、深みオクタビア、いいくらいまでにはスタミナ持ってきたいな。いいにして、でダブルで絡んでるからめちゃくれるはず。よし、やろう。でマラソンの前はデートしますか。誰、六本木か。コントロールはめっちゃ悪い、球速はそこそこいいね。
じゃあちょっと一回ストレート混ぜよう。ストレートフォーク、ストレートフォークの方がいいのかな。高めとかもちょっと怖いよね。よし最後落とす。ゲー危ねえ。これ100はくれるはず。よし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 、カウント4下がった。別にいいや。それは六本木守るくん、二宮8か。球速ガンガン上げてくもん。158か。ここでまだ158だからね。ちょっと待って、10じゃなくて1月の3週はデートをしなきゃいけないから、じゃあ二宮投げよう。まあ、最悪人によってはメンタルでもいい。いない、いないから変化球のフォークを上げておく。6、これでうまくいけば7になる。うまくいけばね。じゃあデート1回目。オクタビア2回目か。制圧はできるはず、信じてる。マラソンもやる。登り少し飛ばす。すごい登り、これはいいね。ちょっと思い切り飛ばそう。五十嵐だからね、体力半分。平地をちょっと最後に備えて少し飛ばして、登りこれも少し飛ばそう。はい OK。 いやいいね。あれはダメだった、フォークは上がんなかった、悲しい。でも球速上がってんじゃん。で暴れ玉は取れる、あ取れるね、取ろう。技術は余ってるように見えて余ってないから。打倒誰、六本木、7位二宮、どっちも変わらんな。だったらちょっとタックのある方の7位に行きますか。これで7位はとりあえず OK。 倒せるんだったら倒しちゃおう。で練習して、で打倒7位は絡んでない。スタミナ直上げの二宮マイナス10。よし、これでだいぶ落ち着いてきたな。で、やろう。おい。あぶね。もうサボり癖だけは本当やだ。で、バレンタイン。やっぱ彼女キャラいるとここら辺のイベントいいよね。回復できるんで。で、いない。ここに人が、人だけがすげえいっぱいいるな。まあ、やるか。一ノ瀬はもうちょっといいかな、経験点が少ないんで。もうさすがに大丈夫でしょう。でここちょっと安定取ります。カイザーライジング覚えたいけどね。二宮、いや誰もいない。だから絡んでこないとちょっと悲しいよね。追求するかって言われたらデートしよう。少し進みが遅いから。早めの段階で一ノ瀬守くんのコツが来てくれるかどうかってかなり重要だよね。めちゃくちゃ楽になるから。ダメダメダメだ、ダメだ、ここら辺がマジでダメだ。じゃあスタミナ上げていきますか。3月か、ちょっとそろそろなんとかしたい気がするけど。7位が倒せる、7いきますか。コントロールは5だけど、まあ問題ないでしょう。経験点的にはまだ大丈夫。はい、
まあ、最後別にダブルフィニッシュは狙わないですよ。ちょっと妥当見て、六本木、二宮、体力ない、デート。3回目、4回目、どっちだ？臨床ポイントくれんの。4回目か。3回目か。よし、24。ここは完全制圧する。もらえて！よし、オッケー。やる気もなぜか上がった。一ノ瀬くん、手伝おう。で、ちょっと間違えた。フォークは覚えきっちゃうか。じゃあと特能で、はい、左は2でいっか。で、綺麗。で、他には有毛画家も取っちゃって、で球速安定も1回取っちゃって、バント封じ取っちゃって、手応えどうしようか。臨床8、完全制圧だったら縛りを取っちゃう。2だしで、こんなもんからの練習を見つつ、いないいない。深み、深みって何持ってんの。まあいいや、やろう。内角、そうなった。やる気上がった。二宮が倒せるね。よし、これはやろう。もうやっちゃいます。で、内角は取っておく。内角もそんなにっていう感じなんで、そんなに使わないよね。うん、まあまあまあいい感じ。じゃあいきます。はい。で、残すところは六本木だけなんで、これも倒せるときに倒す。黒牌よかった、よかった、めっちゃ上がった。これ一発で倒せる？絡めば、絡めばっていう感じか。で、さっき取ったなんだっけ、クロスファイアか。クロファイア使うんで、まあこんなもんかな。で、さすがに体力がなくて、一ノ瀬か。さよならデート。これで4回目。これどんくらい回復する？お、いいね、打たれ強さ。お、さらにマッサージ。これでマックス持ち直した。ちょっと六本木が一回減らしとこう。守備も欲しいし、こっちどっちでもいいや。個人的にはもう守備だって全然上げてないからね。で、一ノ瀬のこれもね、何気にいいよね。で、打倒できます、います、やりましょう。よし、4月中に倒せたのはかなりでかいな。で、待って、上げられるものを上げとかないと。スタミナ B まで持ってこう。コントロールはちょっと E 欲しい、なんとなく。で、あと変化球ももう1球種を覚えましょう。シンカーでも覚えるか。いや、普通にブナカーブにしとこう。マジ普通。球速とりあえず160キロに上げておいて、筋力が今の段階でこれだとちょっとどうだろう。なんかなかなか厳しい気がするけど、まだまだクイック、クイックは無理だよ。で、強振取る。これ深みのイベントが来たら悲しいよね。強振層だからもう取っちゃおう。はい。で、あとはコツを狙う。深みは、うん、まあまあまあ、同栄が先にイベントを終わらせてからデートしたい気がするんだよな。やるか。
カロリーバーは持ってるんで練習はできる。あ、セットをやった。いいねいいねいいね。めっちゃ回復するからねこれ。ここはもうどっちでもいいや、どっちでもいいやっていうか、めんどくさいからコンピューター。おお、いいね、抑えてるね。やっぱ急速速いからかな。あとはね、コツが来てほしい。マジでコツが来てほしいんだよ。スタミナ上げたいから追求よりはスタミナ練習をしよう。打倒した後にどれだけ2人のコツが来るか。怒り、フォークとストレート、やるな。こいつミとシーやったんだっけ。低めに低めに、危ねえ。これ大丈夫、ダメだった。ひどくない、絶対大丈夫でしょ。今の守備誰だよ。レフトに飛んだから7位とかか。ちゃんと守ってくれ。2本打たれると50まで下がるかな、これ。経験点マックスだと150。1本打たれると100。2本打たれると50。なるほど、そういう感じか。まあでも50もでかいけどね。だから50の差がつくのが結構厳しいよね。よし、1の瀬がいる。これはもう1の瀬やろう。まだ2回目かい。サナちゃん先にやっといてもよかったな。できてない。てかまあそもそも追求するし。で、技術はあるね。なんか知んないけど、今回なんか知んないけどあるけど、まだ球速10キロ上げないといけないからね。それを考えるとまた急速で技術をどんどん使っていくんだよね。だよね。で、追求して100、100、100だからね。これはマジででかいんだよ、一ノ瀬の。よし、で強振と取って、でここで精神が吐けるんで OK。 さてスタミナか。ちょっと怪我だけはしたくないんで、バー余ってるから1個使っちゃいます。で、スタミナ2人分。いくつ上がった？見てて、スタミナ7か。めっちゃ上がるよね。で、これ下にしよう。で、いない。いない。コントロールか。サナちゃん低めとかあったよね。どっちが来るか知らないけど、近い。球速はマジいかれてるからね。これもう何でもいい、普通にこう何にもならない。打たれた。いや、いいんだけど、取れるから。神はもう全部コツ掴んであんのかな。じゃあ追求しても意味ない。キレ重い球、内角縛りは取ってあんない。さて、減点投球取って、ちょっと待って、解答用の金がないな。やることねえし、追求するか。体力回復、経験って少なすぎるでしょ。これ上で逃げ玉だっけ。よし、これ当たったな。デートしてたら危なかったな、マジで。取れる？あ、取れるわ。じゃあコツを見て、あー、守君かやろう。 1% はさすがに大丈夫でしょう。これで怪我したらマジで切れる。
てこれは五十嵐。イベント的には五十嵐悪くない。キャラ的には微妙だけど。で追求して筋力稼いで、でコツを見つつ、いなければサナちゃんを乾燥させちゃおう。まだ大丈夫だよね。サナでここまで来たんだったらやっぱりスタミナは上限アップさせたいんで、本当に練習することがなければスタミナを直上げするためにスタミナ練習をする。で新街道で、まあ、経験点的にはねやっぱりちょっとサクッと、初戦はサクッといこう、あとは打っていく、まあ、狙うんだったらピンちゃんだけど。で新街道は取っておく。で変化球は上げておく。こんだけ残しとこう。やっぱりそれでもまだ精神が結構あるからね。お待たせいたしました。2番0とかさ、すげえハブねえんだけど。やはり俺が打たないとダメか。さらば中山くんでコツを見て、サナちゃんやろう。ちょっと待って、70か、いやでもちょっとサナちゃん低めが取れるんだったら低めを取っておく。なんでこういう時に喧嘩をする君たちは。でどうする、低めってどれだけ減るの。今週こそマジでやる気がない、やる気がない、やることがない。スタミナ上げてもしょうがないからな、体力的に。追求するくらいだったら、いやマジでない。カロリーバって余ってんだっけ。余ってんな、余ってんだったらいっか。ちょ追求しよう。低め、精神しか食んないんだ。そりゃそうか、精神練習だもんね。ちょっとここ全員操作でいきます。打つときね、低め、はい17、うん、まあまあまあいいかな。で順応は精神も使うけど、先制ストライク取っとく。筋力どうなの、球体更新もあるかな。もう一回くらいちょっと怒り君来てくんないと厳しいよな。厳しいけど今回エピローグポイントも期待できるから、まあ大丈夫か。お待たせいたしました。2番赤月大付属、追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で余剰、最初のバッターボックスはフォアボール。投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、決まったストライク。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、センター前クリーンヒット。余剰ナイスバッティングです。赤月大付属なおもチャンスが続きます。打ちました、痛烈、赤月大付属追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で五十嵐、今日はライトフライとサードへの併殺打。危ない球、さあ5球は5球目、カーブ外れた、フォアボール。バッターはピッチャー佐賀、第1球初球を打ちました、破っていった、レフトバックホーム。佐賀のいいバッティングを見せました。今日これで3打数の3安打。投球これから2球目、打った、引っ張った、スタンドに入りました、カーブ。第3球を投げました、外れた、ボール。
次が4球目、投げた、打ったに当たりだ、ヒット、三塁ランナーはホームへ、赤月大付属1点入りました。第1球、投げた、初球を打った、ヒット、三塁ランナーホームに向かう、赤月大付属さらに1点追加、投げた、あーっと、いった、入った入った、赤月大付属優勝を決めました。うん、まあ俺が打てばこんなもんよ。ちゃんと抑えてくれるね、強いからかな、能力が。ちょ、守くん、守くん、コツが来ない。どうする、ちょっとスタミナ上げてく。82か、ちょっとスタミナ上げてこう。ちょっとでも、ちょっとでもスタミナを上げる。3上がってくれ、1、怒り守る。結構打たれるからね、これ。俺、この戦い結構打たれるんだよ。勝率がね、良くない。負け越してる。すげえギリギリのところ。取れない。取れないか。しかし、今のストレートで見せたから。危ねえ。スライダー、ちょっと一回。よし、OK。50速球プライド。これさ、打たせるとさ、打たして取るとさ、速球対抗心コツくんなかったっけ。空振りよりそっちの方がいいかもな。経験点が減るのか。ただ、いや、これスタミナと球速両方上げようとするとほんと厳しいぞ。オクタビア、ありがたい。4、微妙。で、バーはちょっと食わないといけないんで、ここからやっぱ筋力との勝負だな。7、8、9、10、いやー、100上げると150つかんか。170に1回上げておいて、ギリだな、これは。やっぱり、お待たせいたしました。赤月大付属同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で3本松、ネクストバッターサークルには7、きたー、入れば逆転だ、入った入った。ワンアウトランナー2塁という場面で二宮、投げた、初球打ってきた、ダイレクトで当たった、赤月大付属さらに1点追加、3対1。第9、投げた、打った、これは強烈、いった、入った入った。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で3本松。さあ、次の投球、ストレートはボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、痛烈、いった、入った入った。赤月大付属追加点のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面で下がる。1球目空振りから打ちました、一塁送球。赤月大付属甲子園大会初戦、コントロール上限やっぱ無理だな。守くん、ああコツがない。いや、でもここは筋力を稼ごう。こんな時のためのバー、よし、 OK。 これで170までは持っていける。で、171にするのがどれくらい必要なんだ。129か。これ速球対抗心が厳しいかもな。変化球ポイントがあるんで、そこでこう6か。まあ、これでいきますか。お待たせいたしました。赤月大付属先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で永井、第2球、これはいい当たりだ、いった、赤月大付属追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で二宮、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。見送ってボール。
第3球を投げました。打ちました。ファール。投球これから4球目。ストレートはボール。内角低め投げました。インコース引っ張った。スタンドに入りました。ファール。第6球を投げました。あっと、いった、入った入った。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で3番初球打ち引っ張った。ヒットになります。赤付け大付属1点。ツーアウトランナー2塁という場面で八島投げた、打った、レフトへのスライダー、取って、これで3アウト。てか忘れてたけどさ、あれが上がってない、まだスタミナが。最後のこの、これは無理だな、無理だな、無理だな。いくつ90、そう、ちょうど90にしたんだ。はい、よし、7。よし、コツ、コンコツ、コンコツいらない。どっちだったら経験点が欲しかったな。で、キバマジで打てねえかんな。120、とりあえず球速上げとこう。いくつ上がんだっけ、毎回見るけどさ、だいぶ上がんねえ。ゼロになった。精神やっぱり余ってる。精神ダダ余りしてんな。100はだってエピローグポイントでもらえるよね。待って、これ取れない。速球プライドはもう取れない。40使って68消耗。いや、それは大丈夫なはず。40くらいだったら絶対大丈夫。ちょっとでも余らせないためにも、いやでもワンチャン速球プライド187は無理だな、いくらエピローグポイントあるとはいえ。野手みたいに経験点がすげえ取れるわけじゃないからな。でもワンチャンあるかもな。ワンチャンあるかもしんないから、じゃなくてスタミナだよ。結構使うな。ダメだ、ちょっとこれ急速にだけ当てといて、あと考えよう。このまま精神が余るのはもうしょうがない。ツーアウトランナー2塁という場面で余剰。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、ボール。第4球はインロー際どい球、ボール。次が5球目、打ちました、取りました。これです。赤月大付属先制のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で五十嵐、打ちました、ヒット。センターバックホーム、五十嵐ナイスバッティングです。暁大付属ようやく初ヒットが生まれました。第2球投げた、爆速ストレートを空振り、タイミング合いません。第3球打った、これはヒットになります。これで均衡が破れました、1対0。第1球投げた、決まってストライク。第2球投げた、ボール。投げました、打ちました、三遊間の当たり、セカンドフォースアウト。赤月大付属追加点のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面、初球から打ってアウト。スリー、赤月大付属。おいです、なんとか勝った。84、これでかいな。で、甲子園も勝ったから経験ってくれるっしょ。20からのこれは1位。よし、 OK。 あとね、1回魔王くんが来てくれれば全然違ったんだけどね。これいくつくれるの。70か、悪くない。もう精神はいらない。あ、オクタビアちょっとくれるんだ、そういえば。14、まあ、経験点的には1万5000は超えてくれるといいかなっていう感じですね。まあ、悪くない。多分、暁大付属では最高の経験点が出た。で、スタミナをまず上げきるでしょ？で、スタミナ上げきった関係で、速球プライドが取れなかった。ってか、速球対抗心のコツがあれば、取れたかもしんないね。まあ、そこは、愚痴ってもしょうがないんで、
変化球は一応7にして、あと取れる特能が回復はちょっと筋力使いすぎるでしょう、まあ、そうするとここら辺かやっぱり、順応を取って順応を取って先制ストライク取って、あとはコントロールを上げきって C くらいまで持っていける、いいね、いいんじゃん、いいんじゃん、スタミナ上げとこうなんとなくという感じですね。あとは、まあ、やっぱり千丸がついてどうかなっていうところ、千丸がついてうまくいってなんか PG に持っていけるような気がします。です、こっち、まあ、悪くはないって言ったところかな。早めにやっぱり打倒して守君と一ノ瀬のコツがどれだけ来るかといったところですね。虹徳を3つ重ねられるかな、無理かな、それはそれは無理か。なんでまあ虹徳2つ取って早めに打倒してコツがいっぱい来れば、PG も作れると思います。まあそんなところで、まあ暁大付属はまあやってて結構楽しいところではあるので、あとはそうだね、技術賄えればコントロールっていうところもありますけど、技術の関係上コントロールまで持っていくのはかなり厳しいと思います。そうすると多分特能の数が減っちゃうと思うんで、まあやっぱり暁大付属の課題は技術ですね。技術をどう賄うかで、精神は見た通り余るんで、精神系の特能はもう本当に早めに直取りをしちゃっていいと思います。まあそんなところですね、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。